ルイ・アームストロング・ニューオーリンズ国際空港はアメリカ合衆国ルイジアナ州にある国際空港。ニューオーリンズ都市圏の主たる空の玄関口として機能している。第二次世界大戦後の1946年に開港し、ニューオーリンズ市内のレイクフロント空港に代わって地域の主たる空港となった。一方、レイクフロント空港は現在では主にチャーター機、 使用機用の空港として機能している。開港当初、空港の名前は、この地で、事故死した飛行士、ジョン・モワザンにちなんで、モワザン・フィールドと命名された。2001年8月に、ニューオーリンズ出身の著名な、アフリカ系アメリカ人のジャズミュージシャン、ルイ・アームストロングの生誕100周年を記念し、現在の名前に改名された。同空港の IATA コード MSY は、 元々の名前も以前とストックヤーズに由来している。同空港はニューオーリンズ市が所有しているが、ニューオーリンズ郊外のケナーに位置している。デトロイト、メンフィス、ミネアポリス、シャーロット、フィラデルフィア、ワシントン、ボルチモア、シカゴ、シカゴ、ホートローダーデール、ラスベガス、オーランド、フェニックス、タンパー、アトランタ、ダラス、ニューヨーク、ニューヨーク、マイアミ、セントルイス、 デンバー、ワシントン、オクラホマ、サンアントニオ、ヒューストン、ニューアーク、クリーブランド、シンシナティ、オーランド、ソルトレークシティ、ナッシュビル。ありがとうございます。